私たちが安保法制に反対すると同時に原発の再稼働に反対する、このことがどうしても必要です。お疲れ様でございます。朝から来てくださった方、大変失礼しました、列の後ろに並んで、お入りいただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。でもどうしても面接で我々がやってる間も家にいるのかも。
今連日の猛暑の中、全国各地で若者から年配の方まで戦後最悪な安倍政権にノーの声を吹きつける行動が広がっています。今日はさまざまな分野、イシューで運動に取り組んでいる仲間たちが安倍政権の民主主義を取り戻せ、戦争させるなの思いを共有して集まりました。戦争法案の衆院強行に象徴されるように安倍内閣は急激に高まる批判の声に追い詰められています。今日の行動をきっかけにさらにさらに安倍政権ノーの声と運動が広がり、社会を突き動かしていくようみんなの力で今日の集会と行動を成功させましょう。私たちは本集会の司会を担当する若者憲法集会実行委員会の黒津泉と、新立の牛田義政です。よろしくお願いします。では早速始めましょう。最初に主催者を代表して首都圏反原発連合の三沢レッドウルフより挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私たちにとって、先日の、安保法案、戦争法案の強行採決というのは本当に不幸な出来事でしたが、一方で、とても、良い状況にもなっております。それが安倍政権の終わりの始まりであり、支持率が低下して、不支持率が上がってきたと。この実行委員会で、3月22日に第1回目の安倍政権の大行動をやりました。その時はですね、安保法案のことは、いろいろ、注目されてましたけども、安倍政権に対するのということは、あまり、取り沙汰されずに、ほとんど1万5000人の参加者があったにもかかわらず報道されませんでした。しかし今、機は熟しております。本日は、テレビの取材も入っておりますし、それはもうやっぱりこの間にですね、安倍政権がどれだけの、悪いことをやったかということで、やはりこれは安倍政権の安倍政権を打倒するという、私たち、人々の、声が高まってきて、そして、こういった、メディアも、動いていただいているんだと私は感じております。安倍さんはもうこんなこと私ここで話さなくても、ここにいらっしゃる皆さんもご存知だと思いますけども、いろんな問題、原発もやられてます。 TPP もそうです。そして、安保法制という名の、戦争をする国への、この国を引導する、こういったことで、本当にこの国の人々の平和、健康、そして真の国府を、潰そうとしている、彼こそが本当の、私は売国奴だと、考えております。安倍さんに遠慮していたマスコミ、メディアもそろそろ安倍政権の顔色を伺わずに、いろいろやってくるようになりました。これもっともっと今日ですね、私たちがさらに安倍政権の声を上げることでさらに、メディアを動かす。そして、先日ですね、私ちょっと大御所の政治家の方とお話をしたときにですね、やはり自民党の中でも、安保法案おかしいですとか安倍さんはおかしいと思っている議員はいると、しかし声を上げづらい雰囲気になっていると。しかしやはり議員というのはですね、私たち人々の声や世論で動かざるを得ないということで、この安倍政権のを大きくすることで、果ては自民党内の議員にも届く。そしてそういったいくらとはいえ自民党内の担当の議員さんたちが声を出せるようになる、そういったことも考えられると私は思います。とにかくですね、この安倍政権の次が何が来るのかと言われましたらば、誰も答えられないかもしれません。しかしこの戦後最悪と言われるこの第二次安倍政権、まずはここを打倒する。そうすればさまざまな問題が、止まる、暴走ストップさせる。まずここは、みんなで手を組んで、これを成し遂げていきたい、そのように考えております。とにかく安倍政権を打倒しましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。
会は12のイシューで運動を進める団体個人が協力して進めています。これらに共通する思い、そして運動について4人の方にスピーチしていただきます。最初に戦争法案を止める運動で私たちに確信を与え大きな力を発揮していただいている慶応義塾大学名誉教授の小林哲さん、お願いします。ご苦労様です。皆さん方と考えていることは同じなんですが、ちょっと違ったようなことを言います。世論の力で法律案を廃案に追い込もうと言っている方多いんですけど、それは諦めてください。無理です。相手はバカの壁ですから。確信犯ってあるじゃないですか。覚悟を決めて悪事を働く人にですね、我々今説教してるようなもんなんですよ。だからその説教は無駄とは言いません。その状況を見ている主権者、国民、有権者の教育には欠かせになっている。だから世論調査でどん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 支持率下がってるじゃないですか。殿様はね、神ご一人は感じない人ですから何ともないんですけども、前にいる取り巻きが今本当に不安になっていると思います。だから我々のやっていることは無駄ではないんです。で、私が申し上げたいことは、長期戦になりましたら3年ぐらい先になると思いますが、衆議院総選挙で政権交代をさせない限りこれは終わらないんです。でこれは全然不安なことではありません。選挙制度のせいで3割の票で7割の議席を取って待っている殿様がいるわけです。だから我々は今度4割の票で8割の議席を取って彼らの息の根を止めてあげればいいんです。そのために怒りを蓄えて意識を高めるためにどうぞ頑張ってください。私も頑張ってます。もう肉体の限界です。今日は早めに退散して酒飲んで寝ちゃいます。ですから皆さん方も交代に時々息抜きをしてですね、全体の戦列が消えないように一気に倒れたら大変ですから。だから順番に倒れて順番に立ち上がってください。私今夜倒れますから。それでその前にですね、3年ぐらい先に総選挙があります。嫌でも来ます。だから総選挙の追い込まれ解散みたいにしちゃえばいいんですよね。だけどその前に来年の参議院選挙必ず来ます。安倍ちゃんとしてはそこで参議院も3分の2を取って憲法改正に手をかけると言ってますよね。それはしっかりくじきましょう。だからまずは来年の7月まで怒りを持続させて、私もさまざまなパフォーマンス考えてますんで、意見訴訟とか細く長くしかししぶとくですね、怒りを表明し続けたいと思います。もう何がまずいかなんて言うことないですからね。要するに憲法を破って日本をアメリカの二軍にする、失礼な話ですよ。我々の国ですよ。だってアメリカの人間になったら縁もない イスラム教徒のテロを受けて、じゃあアメリカの戦争破産の身の前で我々も破産するんですよ。もうこんなふざけたことはこれだけでもうこれ以上多くいらないですよね。ということでそろそろやめますが、こんな暑い中本当にご苦労様でした。でご自分が消耗しない限りで精一杯今日も暴れてください。以上です。ありがとうございました。政審会の加山里香さんが集会行動成功のためにと駆けつけてくれました。加山さん、お願いします。
こんばんは、田山です、衆議院ではね、安保法制可決されてしまいましたけど、その後どん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 支持率が下がって、今や支持率の方が支持率を大きく上回るっていうね、世論調査の結果も出ています。それにもかかわらず、安倍総理はテレビのニュース番組などに出演して、自分たちが間違ってたからではなくて、これはその安保法制を国民が理解していないからだなんていうですね、非常に私たちをもうとことん馬鹿にしたような発言を繰り返していますよね。でもう本当にこんな風に私たちが舐められている、市民も、そして学生も、そして何より、今や小林先生がお話をされましたけれども、ああいう学者の方たちが何十年も研究してきたその成果も一言のもとに意味がない、バカにしてしいうような発言、そういうものに対してさすがにお人よしの私たちももう黙ってはいられないということで、多くの人たちが立ち上がっています。で、最近ね、私がやっている精神医学の分野では、いろんな研究の中で、人は権力にも中毒になってしまう、権力中毒っていうことがね、言われています。私は今の安倍政権は、この権力という恐ろしい酒にすっかり酩酊状態になってしまって、もう一般の人たちが言うことなど耳を傾けられないような、そんなね、基本的な状態になってしまっているのではないかというふうにね、考えています。まあ、私は医者ですから、そう、病気、病的な状態になった人には治療をしてくださいというふうに説明をしたいですけれども、でもこれは政権ですからね、治療を受けるということはできません。ということは、まあ、ここはお引き取りください、ね、違う方にお譲りするっていう、ね、道がしかないんだと思います。よくアメリカなんかで今健康ブームでね、もう何が何でも健康になりたいという人たちの気に来ることわざで、健康のためには死んでもいいっていうね、ことわざがあるんですけど、今まさに日本は平和のためなら戦争してもいいっていうですね、全くおかしなこと、おかしな考えがまかり通っているような状態になっているんだと思います。で、よく安倍政権は積極的平和主義などということを言いますけれども、これ本当は積極的平和主義というのは、平和学の考えではただ戦争をしないことだけではなくて、差別も貧困も格差も、これは実は暴力なのだ、こういう暴力をなくすことが本当の意味での積極的平和主義なんです。今安倍総理はこの積極的平和主義という言葉の意味を間違っている。積極的な平和のためには戦争をしてでも平和を守るというのは間違った考え、これは本当に私は権力中毒というようなね、状況が起きているんだと思います。この、病的な間違った状態に陥っている安倍政権に対して、私たちが大きな声で、もう結構です、あなたたちはお引き取りください、ゆっくり休んでくださいというふうにですね、ぜひ引き付けてやりたいと思います。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に、島ぐるみで安倍内閣、そしてアメリカの横暴と戦っている沖縄から発言をお願いします。地理基地反対協議会から相馬由里さんにお願いします。皆さんこんばんは。沖縄県名護市から来ました、地理基地反対協の相馬由里と言います。よろしくお願いします。今からちょうど20年前の1995年7月24日、薬剤エイズの抗生所を囲む人間の鎖の行動がありました。その時に野外音楽堂で発言したことを思い出しました。国のやり方におかしいと声を上げて始まった薬剤エイズの裁判、私もあの時は言われるがままに大人についていきました。でも今は違います。その時に出会った仲間がきっかけとなって、社会問題にも声を上げる必要を
感じて今行動しています。政府の言いなりのままでは命が守れないこと今は知りました。今は声を上げられる一人となりました。皆さんありがとうございます。沖縄の名護市辺野古では今日も新たな米軍基地を作るために防衛局が船を出し海にフロートを引きオイルフェンスを張り巡らせ海底のボーリング調査を進めるための着々とした作業が進められています。去年末私の目の前でクレーンのついた大型作業船を係留するための45トンものコンクリートブロックの塊を海底に沈める作業に出くわしました。悔しくて今でも思い出すと涙が出てきます。サンゴの命の上にブロックを置かれ心が強く心が痛くて言葉も出ませんでした。しかし私たちは作業を止めたい、少しでも遅らせたいと連日抗議船を出しています。抗議船は全部で8隻、私も船団の一人です。私は生物多様性豊かなこの海を人殺しの米軍基地のために埋め立ててほしくない、この海を守りたい、多くの人にきれいな海を見てもらいたいという思いから船舶免許を取得し基地建設反対の抗議船の船長に加わりました。私が関わり出して12年、本来なら試練
ました。それではこのコーナーの最後です。安全を顧みない安倍内閣の原発再稼働の押し付けと戦っている鹿児島から発言をしていただきます。ストップ再稼働 3.11 鹿児島集会実行委員会の杉原博さんです。お願いします。こんばんは。鹿児島から来ました。ストップ再稼働 3.11 実行委員会杉原といいます。ご承知の通り、私たちはこの1年間、全国集会3回、県内集会数知れず、そうやって九電を相手に戦いを続けてきましたけれども、残念ながら九電は仙台原発1号機を7月7日に核燃料を入れ始めて、10日には核燃料挿入を終了しました。8月の10日には、制御棒を引き抜いていよいよ核分裂を再開させる、そういうスケジュールになっています。私たちはこれを全く許すことはできません。全国に43基ある原発は今すべて止まっています。電気は足りています。停電になっていません。こういう状況の中でなお安倍政権は規制委員会の意向も踏まえながら原発を動かそうとしている。こんなことは全国の力で止めたいと思います。私たちは8月の7日から仙台原発正面ゲート前で連続行動に立ち上がります。9日の日曜日には同じく正面ゲート前で全国集会を呼びかけています。ぜひ参加をして共に再稼働を阻止する、そういう声を上げていただきたいと思います。安倍政権がなぜ原発に依拠しているのか、そのことについて3つ私が考えています。1つは、安倍さんは日本を軍事大国にしたい、こういう妄想に取り憑かれています。そのためのエネルギー安全保障、そういうものの中心に原発を据えなければいけない、これも妄想ですけれども、それに凝り固まっている、そういうことが一つです。去年、閣議決定されたエネルギー基本計画、その中では原発は重要なベースロード電源、こういう位置づけを与えてしまいました。その前の民主党政権は原発ゼロ政策を出したわけですけれども、これをひっくり返したのが安倍さんです。さらに先日、2030年の電源構成というものも発表されました。この中でも原発は 20% から 24% 維持する、そういう政策を打ち出しています。2030年に日本の原発で動かせるのは23基程度言われています。これを全部動かしても総発電力の 15% にしかなりません。20% から 24% には足りません。どうするのかって言ったらば、40年が寿命の原発を60年まで動かす、それが一つ。それから明らかに原発の新設増設ということを彼は狙っていると思います。日本が原発大国にもう一回戻る、こんなことは許せない。それと安倍さんの狙いのもう一つは、原発を保持していることが潜在的核能力、核攻撃能力を維持すること、それにつながる軍事の目的、これがもう一つあります。安倍さんの政策は核燃料サイクルの維持というところです。使用済み核燃料を再処理をしてプルトニウムを取り出す、日本はこれをずっと続けてきました。今日本には 47.1 トンものプルトニウムがあります。原発が6000発もできる、こういう力を保持しておきたい、これが安倍さんの2つ目の考えです。もう一つは、成長戦略の一つ、中核にインフラ輸出、そのインフラ輸出のさらに中心に原発輸出を狙っている。原発を輸出するためには、あの福島事故の日本で原発が動いたということを示さなければなりません。そのために再稼働がどうしても必要、こういうことになっていると思います。
それから安倍さんが見ていないものがやはり3つあります。1つは福島事故の現実です。核汚染は止まっていません。汚染水も止まっていません。レッドダウンした燃料がどこにあるのか、これも分かっていない。もう1つは住民の苦悩を全く見ていません。事故収束は終わっていないのに避難空気を解除して帰ってください、こんなことを言っている福島の子どもたちは、甲状腺がんが100人を超える規模で見つかっている。こういうことの苦悩を全く理解しようとしていない。それから3つ目、火山学者、地震学者、鹿児島県現地の住民たちの避難計画に対する不安と不信、こういうものを全く見ていない。つまり安倍さんは自分がやると言ってからやるんだ、ごちゃごちゃ言うな、集団的自衛権に関しても辺野古に関しても同じ態度を原発にとっています。私たちは安倍さんにとっとと退陣してもらうではありませんか。一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました、ではですね、ここで、とても大事なお願いがあります、大事なお願いというのはですね、カッパのお願いです、ここをですね、貸し切ることにも大変お金がかかっていますし、この運動はですね、どんどん今広がっています。6月の最初の時点では国会前でずっと抗議してても2000人とか3000人だったんですけども、今はじゃあもう1万人以上2万人以上来るのがもう当たり前になっています。そうした大変多くの人を、新しい人たちを集めるためにもいっぱい宣伝しなきゃいけませんし、これからの活動費かなり大変になってきます。ですので今カッパを集める人たちがおそらく回っていくと思いますので、ぜひカッパよろしくお願いします。ままならない現状での仙台原発、伊方原発再稼働などありえません。安倍首相、再稼働やめろ、原発からを撤回するな、原発もらったの首相もやめろ。命がけでならなこを戦争に取られてたまるか。私は今5歳の男の子を育てています。今、ママたちも立ち上がっています。今度の日曜日、戦争一本反対、ママの渋谷フェスを行います。全国でも戦争法案絶対に止めるとレッドアクションやママデモを起こしています。共に頑張りましょう。今、安倍政権は憲法をないがしろにしています。しかし、安倍政権の暴走の下で、私を含め多くの国民が、主権者は私たちだと自覚し、立ち上がっています。今こそ憲法の力を存分に発揮し、安倍政権打倒へ、みんなで頑張りましょう。憲法に従わない主張に政治を行う義務はありません。沖縄では辺野古や栄などで米軍基地への反対運動が今でも連日行われています。民意を無視し強行に基地建設を行うやり方は民主主義そのものを破壊する行為です。安倍政権を倒して民主主義を取り戻し、全ての人権守ってまいりましょう。所詮秘密保護法は国民の知る権利を侵害し、自由な言論状況を脅かす機材の法です。これは強行採決された戦争法案と無関係ではありません。政府があらゆる不都合な情報を秘密として国民に知らせない、権力が情報を独占する戦前戦中の日本と同じ状況を生む法です。これを許してはまた暗い時代がやってきます。絶対に許してはなりません。私たちが今止める時です。頑張りましょう。安倍政権は TPP 断固反対と言って成立し、その後構造参加した嘘つき政権です。
からハワイ閣僚会合でも農産物の関税はもちろん、私たちの懸念する問題を全てアメリカに譲歩しようとしています。医療、労働、食の安全安心、地域経済にも悪影響は及びます。命は売り物ではありません。糸口先生は出ていて、学校合意は絶対に許しません。政府は消費税増税の理由を社会保障のため、財政再建のためと大宣伝をしてきました。しかし今年度の予算を見れば、暮らしや社会保障費は削られ、防衛費だけが増えています。消費税増税は戦争する国づくりの財源です。戦争法案と景気をさらに悪くする消費税を進める安倍内閣を退陣に追い込みましょう。社会保障費がまた削られようとしています。安倍政権は社会保障費を3年間で最大1兆5000億円規模で削減しようとしています。これは小泉内閣時代以上の削減額です。そのお金でオスプレイを買ったり戦費に使うことは絶対に許せません。私は命を守る看護師として、命をないがしろにする戦争よりも誰もが幸せに暮らせる世の中を強く望みます。労働分野での安倍政権は最悪です。賃上げ、正社員促進、過労死防止と言いながらやってることは正反対。最低賃金は定額に抑え、派遣法改悪で障害派遣首切り10、正社員0、労基法改悪で残業代0、働かせ放題、過労死促進、国家戦略特区で解雇促進、リストラ企業と派遣会社に助成金を出して、最後は不当解雇の金銭解決だ。こんな雇用破壊の安倍政権は即刻退陣だ。農協改革は国民の食料や地域を大企業に差し出すための改革です。そのため農家と地域住民の暮らしを支える大事な農協の解体を目論んでいます。農業と地域を衰退させる農業農協潰しを認めるわけにはいきません。頑張りましょう。週明けのヘイトスピーチを生み育てているのは、日本会議を母体とする極右の安倍政権であります。そしてこの間はっきりしたことがあります。安倍晋三はネトウヨそのものです。マイノリティを苦しめているヘイトスピーチは絶対にやめさせなければなりません。差別は戦争を準備し、仮想敵国を作り、そして戦争を正当化します。安倍政権、一刻も早くやめさせなければなりません。今日も明日も明後日も諦めずに声を上げ続けましょう。ノー安倍政権、ノー連動の政権。子供たちを戦場に送るな、青年たちを戦場に送るな。安倍政権の進める教育政策は新自由主義改革のみならず、軍国主義教育改革を進めようとしています。今回教育関係者、お父さんお母さんたち、子どもたちのために、今愛国心教育を昨年から強化しようとしています。それのみならず、今大学の先生たちに、後期国家学生たちにそれを押し付けようとしています。そして教科書、皆さんご存知のように、戦争、戦前の戦争を大東亜戦争という発行移行者の教科書は現実的に全国に蔓延して採択されようとしています。皆さん、教育問題も
反転攻勢で今日から頑張って子どもたちを戦場に送るな、教育改悪、軍国主義教育改悪を反対だということで声を上げていこうじゃありませんか。以上、今日12の一周で運動する方々にショートアピールをしていただきました。ありがとうございました。なお一点訂正なんですが、プログラムに憲法については原発をなくす全国連絡会とありますが、今日のステージでは若者憲法集会実行委員会のメンバーが行いましたので、訂正させていただきます。ありがとうございました。最後に若い世代を代表して今全国で大活躍のシールズから、元山仁志郎さんにスピーチをお願いいたします。沖縄出身、元山純一郎です。チームで活動しています。今日はこのような大勢の方々の前でスピーチをさせていただきありがとうございます。小さい頃から米軍普天間基地のそばで生まれ育った私は、基地を当たり前のものとして捉えていました。しかし高校の授業や友達とのおしゃべり、テレビの音でさえもかけしてしまう米軍のジェット機やヘリコプターの音に違和感を覚えてはいました。身近に起こっているにもかかわらず、どこか遠くで決められているようなに感じられ、さらに反対運動を目に見えて見える結果が現れないことで、基地に関して変化を起こす力が自分にはないと感じていました。受験勉強のために上京した2011年、福島第一原発が爆発しました。受験勉強の合間に街に出ると、路上では脱原発のデモが頻繁に行われていました。それから大学に入り政治のことを学ぶ中、2013年に特定秘密保護法が条項採決されました。その際に過去の経験からデモを主催しようと思い、今も共に活動するシールズの仲間たちと出会いました。正直最初の頃はデモに何の意味があるんだろう、いや周りからどう見られてるんだろうなど、すごく不安に思っていました。でもこうやって今日ここに立って話をできていることや、周りの友人、知人、著名人から今日国会前に行くよだったり、今度会って話を聞かせてほしいという連絡があると、今まで活動し続けてきてよかったと感じています。活動し続けること、やり続けることの大事さを学びました。思いや声が届かないだろうと思っている人にも言い続けることで届くことが分かりました。言い続けてきた経験が自分を鼓舞する、人に影響を与える、そこから現状を変える力になると分かりました。今日ここに立っていることも自分が言い続けてきた結果だと思っています。戦争を経験した時は私に会うたびにいつも二度と戦争をしてはいけないと話してくれました。また戦争の話だと思ったりもしましたが、大切なことを何度も言い続けてくれたことは今の私の原動力となっています。今日ここには TBP、ヘイトスピーチ、特定秘密保護法、雇用、教育、農業、社会保障、原発、そして安保法制などに関して様々な主張を持った人たちが集まっています。政治に対して何か思うことがあるのであれば、政権に言い続けることによって変えることができます。変えたいと思うのであれば、ずっと言い続けなければならないのです。安倍政権どうということを言い続けなければならないのです。亡くなった祖父が私に会うたびに二度と戦争をしてはいけないと言っていたように、私たちが大事だと思うことを声に続けていきましょう。首相官邸に響かせていきましょう。安倍政権に届けましょう。日本中に、世界中に届かせましょう。私たちは思い、考え、行為に続けているということを、安倍政権のということを。
よいよ残り少しとなりました。今日の集会に込められた怒りと連帯して戦う決意を込めてコールで本集会を締めたいと思います。シールズから紅子さん、よろしくお願いします。ご紹介いただきますシールズの紅子です。今本山善四郎君が言っていたように、安倍政権に対していつまでも諦めずにノーと言い続けましょう。で皆さんお手元に安倍政権のという紙をお持ちかと思うんですが、今から、私の後に続いてコールをしてもらおうかなと思うんですが、その際にぜひプラカードを上げながらコールしていただければと思います。憲法を守れ、憲法を守れ、憲法を守れ。
3000人を超える会場いっぱいの皆さんが参加しました。で、会場に入りきれなかった人たちはもう国会前や官邸前で抗議を始めています。皆さんもそこに合流しましょう。今日は本当にありがとうございました。